レナの装甲兵だ。ボルラーンの残党と見える。騒がれる前に倒すぞ。ボルラーンに誉れあれ。降伏しよう。命を保証する。お出しな。アルジの玉座を怪我した最悪者どもが。頑固な上にいちいち大行なんだよお前ら。ためよ。大地を元に取る。ボールを取る。なら私が妨害を頼む。合流レンガタック。合流レンガタック。助けないよ。合流レンガタック。助けないよ。どうするぞ。ライバー。上発表だ。これで終わりだ。いけるぞ。止める。神大帝の腕ではないな。私は先に進むしかないよ。腕だけではないから。ユーハリム、トーハ、エロージ。この穴は何だろう。奴らの隠れ家かな。最近できたようには見えないな。これがシスロディアに通じる道ってことはないのか。大丈夫か、シオン。ええ、行きましょう。すれ違いざまの殺気、さすがだな。君こそ相当なものだ。時にアルフェン、君の剣術はどこで覚えたのかね。ああ、それ俺も気になってた。紅のカラスに会う前から使えたんだろ。俺はダナの領主に使える兵士だったんだ。顔もろくに見たことのない雇い主のために戦うんだ。今にして思えば、あれはあれで奴隷みたいなもんだったな。ダナの領主、300年前ベネギスに連れてかれる前ってことか。じゃあ本物のダナの剣術ってことだね。ダナの剣術、そんなもんがあったのか。だって300年の間に失われたものはたくさんあるんだよ。剣の使い方だってきっとそう。それがこんな形で生き残るなんて、なんだか不思議だね。昔支配を受け入れていた頃の俺が覚えた剣術が、今支配者に立ち向かうために役立っている。そう考えると皮肉だな。また余計なことを聞いてしまったかな。いや、俺たちが勝手にこね回しただけだ。こね回していい方に転がればそれでいいだろう。よく転がすためにこねるのか。料理のようだな。結果うまいもんができてみんな笑顔になるならそれでいいんじゃねえか。なるほど、納得だ。雰囲気が変わった。油断するな。と思っていたが、こんなところで息を潜めていたのだな。ボルラーンの残党、やはりペレギオンを襲うつもりだったんだろうか。彼らの猛進ぶりを見るに、あるいはひたすら待っているのかもしれん。待っているって、ボルラーンをか。私たちは倒したのに。でもそうね、そうかもしれない。
彼らの態度はほとんど崇拝だもの。倒されたことも信じていないのかもしれないわ。次のスルドブリガが始まるのを待っていた可能性もあるが、何せあの男の配下だ。いずれ自分たちの主人が戻ると信じて疑わず、いつでも迎えられるように備えていた私は、改めて忠節と礼則の違いを見たのですね。容赦しないわよ。もっと精進せねばな。どこまでも真面目だな。あなたもね、人のこと言えない人たち。君は気づいているのか。何をだ。シオンのことだ。あんたからそんな話題を振られるとは思わなかった。私が気にしているのは、今我々の預かり知らぬところで確実に進行しているであろうはずの何かのことだ。シオンがそれと関係していると言いたいのか。レナス・アルマがイバラから逃れる手段になりうるかもしれない。そう彼女は言った。なのにそれが失われたことと、その後の彼女の様子はどこか噛み合わない。それに先祖から受け継いでいた力、巫女の力のことは本人も知らなかったんだぞ。だとしても彼女が無関係という証にはなるまい。デル・ワリスで見せた茨の暴走もそうだ。あのような闇の精霊力の権限は見たことがない。レナ人なら誰だって闇の精霊力を持ってるはずじゃないか。その通りだが、あれほどの力となれば話は変わってくる。ありえないのだ。誤解しないでもらいたいが、私は別に彼女を疑っているわけではない。ただこの件に関してはまだ何かあるような気がしてならないのだ。君は違うのか。私はきっとここを通って隣の国と行き来していたのね。やっぱボルラーンが塞いで隠したのか。さっきの手下はここのことを知ってて潜んでたのか。入り口が崩れてあらわになったので出てこざるを得なくなったのだな。
も測れなかったのね。新たな力が手に入ったな。
いつの間にか随分荷物が増えてるわね。シオンも感じていたか。実は私もそう思っていた。少し減らしたらどうかな。旅を始めた頃に使っていた武器とかもうボロボロだし。いや、武器は磨けばまだ使えるだろう。かさばってるのは防具じゃないか。防具だって直せばまだまだ使えるぞ。それに身を守るものは多くて困るということはない。なんだかよくわからない骨董品とか売っ払えば減るんじゃねえの。そういうものの価値のわからない人間が貴重な芸術を消滅させるのだ。芸術じゃ戦いねえよ。やめなよ、そういう話をしてるんじゃ。ごめんなさい、私の言葉が足りなかったわ。こんなに荷物が増えるほど旅をしたのねって言いたかったのよ。お失敬した。過敏な反応をしたようだ。まあ旅の土産って増えるもんだし、俺も勝手なこと言ったから。荷物の重さは絆の重さか。そう思うとこの荷物も宝の山だな。の決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。なかなか気が済むんだ。なあ、何をしてるんだあれは。今までスルトたちが集めてた精霊力もレネギスに送られていたのか。私が知る限りは違う。もっとも例のレナス・アルマ誕生、いやボルラーンが王の紋章を持つと判明して以来、私の知識に果たしていかほどの真実があったのか怪しいものだ。デュオハリム、だが糸を引いているのが何者であるにせよ、あれが以前から計画されていたことなのは間違いあるまい。なぜ。いかにレネギスといえど、あれだけのことを一月かそこらで行うことはできまい。長期にわたる準備とそれに先立つ目的があったはずだ。ではスルドブリガは今となってはその一環に過ぎなかったのではないかと私は考えている。ともあれ
今はそれ以上のことはわからん。このまま進むべきだ。道はまだ続いている。シスロディアに通じている可能性は高い。そうだな、進もう。茨、そういえばさ、あのくさびと一緒に降ってきた4つの光どうなったんだろう。点でバラバラに飛んでいったからな。どこに落ちたのかも見当がつかない。自信ないけど、あれも精霊力、それもそれぞれ違う属性の精霊力だったみたい。くさびでダナの精霊力を吸い上げているのに精霊力を発射したのか。何のために？わからない。あっという間だったし。何かまた新たな脅威でなければいいのだがな。もしくさびがあの赤い女の仕業なら、あの光だって。やっぱり変だぜ。え？赤い女だよ。絶対にシオンもティオハリムも見てないわけないんだ。二人が嘘ついているっていうの？いや、そういう意味じゃないけどよ。ただ、なんか理由があるはずだろ。二人に共通するのはレナ人という点。その辺にしておこう。いろいろと気になるのはわかるが、今はここを抜けることに集中した方がいい。うん、そうだね。拝見と行こう。恐竜連合ストライク！上半身の氷の槍！空を飛ぶやつか。私なら落とせる。やれるぞ。わかった。これで終わりだ。自由の意志よ。恐竜連合だ。ひょっとしてこれ貴重なんじゃねえか。
確実についてる。なんか機嫌いいな。山頂を越えたら急に冷えてきたな。よう近づいてるんだ。邪魔よ。逃げろ。任せたまえ。こういう連鎖外さないわ。私なら襲えば。今さら別に。ごめん。今だよ。出かけていいですか。今だよ。風さあこっちこっち。ハンマー。行け。撃ち抜けよ。闇へ誘う。振り注げ。こういう変化だ。今だよ。貴様の敗戦。これで終わりだ。帰りたいの？うん。我々の元凶を見てる。ルサ法が過ぎるな。やらせない。光を囲まれたか。宿って。エアプレッシャー放流連携だ。無駄です。やだぜ。邪魔をついて振り飛びの戦術。ブラッシュハウリング精霊力を叩き込む。ここまで調和するとは。志は一つだからな。いかほど使えるか。クルルが隠れてて。やれるか。倒れろ。行くよ。こういうアイナスに任せて。おしまい。あんたの手でロックブレイク。行けると。今だよ。リューハイム砲破。いい連携だったな。演武局といったところか。バーストライク。相変わらずの手際ね。そうか、変わってないんだ。前から良かったってことに。妙に強く攻撃なんて。特訓の成果が出たぜ。これが楽になるといいな。
シスロディアだ。あの橋を下ろさないといけないな。こちら側から操作できそうだ。とにかく見てみよう。ロウ、大丈夫？まあろくな思い出もないとこだけど、行くしかねえからな。そういうお前は平気なのか？うん、私も行くよ。みんな一緒だしね。俺もだ。行こうぜ。レシピの食材が揃ったぜ。じゃあ料理もお願いね。よかった。これで渡れる。おれ、何者だ？俺はアルフェン。敵じゃない。アルフェンだって？驚いた。本当に君なのか？私もいるよ。ほほ、リウエル。元気そうで何よりだ。あんたはここで何をしているんだ？寮内の見回りだ。まさか君たちに出くわすとは思わなかったが。いや、それより空の上で一体何が起きているんだ。まるでこの世の終わりだ。それを突き止めたいんだ。ちょうどいい。そのためにあんたに頼みがある。そうか、あそこから現れたのでもしやとは思ったが、全てのスルドを倒すとは、やはり君は本当に英雄なのだな。よしてくれ。それより助っ人の件は何とかなるか？ガナス・ハロスへの援助は他の組織とも連絡を取って何とかやってみよう。君の名を出せば無下にはされまい。助かる。俺たちはレネギスから降ってきた鎖の方を何とかする。確かにそちらの方が君たちにしかできないことだろうな。しかし海の上だ。どうやって行くつもりだ？船だ。これから探す。仕方がないとはいえ世話しないな。そういえば仮面はどうしたんだ？なくしたよ。いろいろあってな。まさかブレゴンに会うとは思わなかったよ。あの様子だとシスロディアはうまくいってるみたいね。ああ、船って馴染み薄いよね。支配するにあたりレナはあまり積極的に水上船を用いようとはしてこなかったからな。小舟程度ならそこらにあるかもしれないが。くさびは大海の真ん中です。小舟では心もとありません。確かに途中で沈むようでは困るわね。アウメドラの船みたいのとは言わないけど。それこそそんなのどこ探したって見つかりっこないぜ。なんとかしてくさびに行かなきゃならないんだ。可能性がありそうなところを当たってみよう。ブレゴンのおかげでガナスハロスの方はなんとかなりそうだな。誰が送られるのだろうな。いずれかの抵抗組織の人間には違いないのだろうが。案外毒なんて適任かもな。薬草の知識があるから頼りになる。毒ってカラグリアにいた老人でしょ。ガナスハロスは遠いし
長旅に耐えられるかしら。兄さんの補佐をしていたラギルなら適任だろうが、彼女もメナンシを離れるのは難しいだろうな。そういう意味ではミハグサールからも厳しかろうな。あそこの人手不足は深刻なままだろう。まあみんな何かしら自分のとこで手一杯だよな。なんか結局ブレゴンが自分で引き受けちゃいそう。あの人結構苦労症っぽいし。でもこうして考えてみると、私たち行く先々で随分いろんな出会いがあったのね。ああ、それで得たつながりこそが俺たちの宝だ。ブレゴンに任せた以上、俺たちは自分のすべきことをしよう。なんという寒さだ。セスロディアは通してもらおう。治癒術を使いすぎたかしら。問題なさそうな相手だな。校長だろ。次はそっちを手伝うぞ。ありがとう、お願い。相変わらずのデリアね。そうか。前から良かったってことよ。何かに使えそうだな。力の差は歴然だというのは清々しいまでの余裕ぶりね。君もあくびをしていただろう。そんなわけないでしょ。これで新しい料理が作れるか。それは楽しみだな。あなたが作るの？ん？兵糧の蓄えが不安だな。魚はと、うん。
まあこんなものか。こんな時にも冷静か。屋上の奴らが育ったな。容赦しないわよ。交流連携だ。本当に強いね、アルテ。できることを全力でやるまでだ。そばにいると安心できるよ。相変わらずの手に。そうか、変わってないのか。フルル、帰りたいの？うん。我々の元凶を見てろ。これほど食事を取らないのはいつぶりだろうか。そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。究極の一皿が今ここに。キサラ、少し話をしたい。盾の手入れか、慣れたもんだな。この衛兵になったばかりの頃、兄さんに仕込まれた。それからずっと習慣になっている。キサラと話すといつも三木歌の話が出てくるな。他に身寄りもない二人きりの兄弟だからな。兄さんは私の目標で、憧れで、理想だった。この衛兵団に入った時もラギルはいい顔をしなかったが、兄さんは歓迎してくれた。ラギル、確か僅差の猫で三木歌の副官を務めていたよな。そうだ。頭が切れる上に現実的、夢見がちな私とは正反対だな。キサラは理想を信じているだけだろ。実を言えばそれも兄さんの影響でな。兄さんはいつも私が笑顔でいられるように工夫してくれた。妹思いだったんだな。それだけじゃない。兄さんは私や周囲の手本であるためにいつだって努力を惜しまなかった。
私が眠ったと思って家を抜け出し、町外れで体を鍛えていたこともあった。よく知っているんだな。寝たふりをして後をつけたからな。え、いい機会だ。今日は兄さんがどれだけ努力の人だったか聞かせてやろう。長い話になりそうだ。見張りは任せておけ。忘れ物はないか？
だぜ。カプローレン、やれるぞ。これで終わりだ。余裕の勝利だね。もう終わったのか。見覚えのある景色は安心するな。バカな。よし。やった。何なの。またご褒美をもらえたな。まだこれだけいたのだな。ダナフクロウ。なるほど、美しいものだ。私もダナのフクロウはほとんど滅びたものと、当てにならないものですね。何でもいいけど、ここのことは秘密だからね。ああ、わかっている。こういう場所はなるべく知られずに置くべきだ。だが惜しいな。うまく訓練できれば素晴らしい合唱が期待できそうなもの。フォロー、フォロー。なんか泣き始めたぞ。アルフェンとシオンが訳してくれるよね。え、あ、いや、前のあれは適当な想像で。へえ、なんかよくわかんねえけど、それやってくれよ。そうか。まあそこまで言うなら。うん。あんなこと言ってるが大丈夫なのか。はあ、しっかりなさい。託すと決めたのはあなたでしょうに。ほほう、ほろろ、ほろろ、ほろろ。
俺には仲間を守る責任がある。それで無茶をされては困るのよ。フクロウの会話なんだよな。もちろんもちろんだ。ああ。それにしてもよくこれだけのフクロウを見つけたものだ。リンウェルのフルルへの思いの強さの賜物だな。フルルはどの枝に止まるのかな。リンウェル、ううん、何でもないよ。そう、まだ止まり木も半分しか埋まってないし、残りのフクロウも頑張って探さなきゃ。さあ、目的地に着いたわよ。さっさと片付けましょう。行け！僕の刃が立ちきる。狙われてない。マグナレイ。そこだ。やめろ。手を上げてくるぞ。そういう演歌さん。そんなコラクター。突進相手はまだまだいないやつは。インテリートム。絡め取る。そういう演歌さん。足止めは任せたまえ。さあ、拳を温めとくぜ。そういう演歌さん。決めた。灼熱のバーンストライク。力の差も測れなかったのね。変わらない方が良さそうね。面倒そうな相手ね。ここまでだ。こういう演歌さん。
ものか。ここまでは無事に着けたな。よう、炎の剣ご一行様じゃないか。マハバル、あんた生きていたのか。おいおい、丘暮らしのあんたらが生きてるのに船乗りの俺が海で死ぬ道理があるか。だがてっきり、いや、無事でよかった。俺たちのせいで危険な目に。船乗りの本懐を遂げさせてもらったんだ、気にするな。まあもっとも船はそういうわけにいかなかったんだがな。どこかやられたのか。見たところまともそうに見えるぜ。戻ってきた時の話さ、機関部をやられて息も絶え絶えだった。それでダメ元で漆黒の翼の顔役に相談してみたんだ。
そしたらヤッコさん、あろうことかレナ人の技術者をよこしてきやがった。レナ人の？ああ、メナンシアから来たって言ってた。威張るでなし、仕事はきちんとやるしで、正直面食らったよ。彼らが自分でしたことだ。まあとにかく、おかげでこいつは前より調子がいいってわけだ。あんたらのお目当てもこいつだろ。ああ、大会のど真ん中に行きたいんだ。それも今すぐ。ちょっと、まだ引き受けてもらえるかわからないよ。俺は船乗りだ。答えるまでもねえさ。さっさと乗りな。十分でかいと思ってたけど、間近で見ると想像以上にでかいな。あっさり上陸できたな。何かしら妨害があると思ったか。私たちが来ると思ってなかったのかな。さすがにそれはないだろう。あるいは問題にならないと見たか。どういう意味だ。舐められているということだ。それにしてもこの構造物は異質だな。見たこともない。ええ、そうね。レネギスのレナの建造物とは違う。そもそも中に誰かいるような感じじゃなさそうだぜ。気味悪いな。一体何でできてるんだこれ。なんだろう、機械でも生物でもない。でも生きてる。大丈夫よ、何でもないわ。それでこれからどうする。中枢部を見つけて叩こう。こいつがダナの精霊力を吸い上げているのを止めるんだ。ダナ、この大きさだ。行き当たりばったりでは見つけるのも簡単ではないぞ。確かに、この場の精霊力から何かわからないか。下から上に向かって膨大な力が流れているのは感じるが、構造となるとお手上げだ。リメ、そこなの。おい、どうしたんだよ。あれ、私大丈夫か。何があった。なんだろう、精霊力の流れを感じ取ろうとして、そうしたら何か声が聞こえて。声？うん、言葉ってわけじゃないんだけど、ただこっちだって。敵が何か仕掛けてきたの。違うよ。なんでわかるんだ。知らないよそんなの。でも敵とかじゃない、そういう感じじゃなかった。どう思う。罠の可能性もありつつかけてみるか、当てどもなく探して回るかの選択だな。リンウェルを信じよう。いいの。ま、何の当てもないよりマシか。あ、おい、何怒ってんだあいつ。気遣いも言い方次第で逆効果だぞ、ロー。あ、あ、
気を引き締めていくわよ。